それでは今回はコーチングの基本、鈴木さんの本について解説したいと思います。ビジネスの場においては人材開発、組織開発、人を育てるとか部下の目標達成をサポートすることは非常に大事です。コーチングを学ぶことによって仕事の認識違いがなくなったりとか、業務の効率化ができたり、離職率の低下を実現することができます。仕事っていうのは一人でできないです。チームでやるものです。人を育てる仕事で欠かせない部分なので、しっかりとコーチングの基本を学んでいただきたいと思います。それではまずコーチングっていうのは何なのか、それについて解説したいと思います。コーチングっていうのはこのように書いてあります。対話を重ねることを通して、クライアントが目標達成に必要なスキルや知識、考え方を備え、行動することを支援するプロセスであるってことです。ポイントはまずコミュニケーションです。しっかりと会話をすることを通して、クライアントが目標達成、例えば会計試験に合格したいんであれば、簿記の問題が解けなきゃいけないとか、会社法の知識を学ばなきゃいけないとか、考え方、会計試験であれば1万時間勉強しなきゃ受かんないって言われてます。なので1万時間勉強することが大事だってことを伝えたいとか、また行動することを支援、例えば朝6時から24時まで勉強したら3年で受かるとか、それらを全て支援するプロセスのことです。まずコーチングにおいては目的と目標が必要です。何のためにコーチングをするのか、何のためにコーチングを受けるのかです。例えば教育を通じて世の中に貢献したいという人生の目的を持った高校生がいるとしましょう。その高校生にとっては、大学の教育学部で教育について学ぶことは目的を達成するための目標となります。目標と目的っていうのは全然違います。僕がこの YouTube 図書館をやっている目的っていうのは、教育を通じて社会に貢献したい、自己成長と社会貢献っていうものがあります。目標っていうのは何かっていうと、そのために1日2冊、月に60冊本を読んでまとめて撮影することです。これらを明確に区別することが大事です。目標しかない方って結構多いです。何のためにやるのか、目的を明確にしてください。目標が定まると、そこに向けてエネルギーを集中させることができます。まず現状との差異、現状と理想との違いっていうのを明確にすることによって、何が足りてないのか、それを分かった上でしっかりと指導することが大事です。続いてコーチングの3原則について解説します。この3つっていうのは必ず重要なので、しっかりと理解してください。まず1つ目が双方向です。双方向に会話が成立しているというのは、言葉のキャッチボールが同じ目線でやっているっていう状態です。例えばクライアントが、先週やると決めたことができませんでしたと、そしたらコーチが、あなたが目標を達成するためには必要だったことですよねと、そしたらクライアントの方が、はいそう思いますと、でコーチが、分かっているのになぜやらないんですかと、そしたらクライアントとか、そうですよね、すいません、これだったらコーチが誘導的になりすぎてしまって、双方向の対話とは呼べないと思います。同じ立場で会話できるってことが大事です。上から下にならないように、しっかりと相手の発言を受けて自分の言葉を投げかけ、またそれに返してというやり取りの繰り返しをすることが大切です。しっかりと双方向、同じ立場、同じ目線で会話できているかどうかをチェックしてみてください。続いて継続性です。継続的に関わることで目標を達成します。目標達成までに諦めずに行動し続けられるように、クライアントの意欲を高めることが大事です。志を高くしたいとか、基準値を上げることです。そしてその気持ちっていうのを維持することがコーチの大切な役割です。ズレが生じている場合には軌道修正することが大事です。例えば会計試験でありがちなのが、会計試験に受かる人っていうのは勉強したくてやってる人が多いんですよね。受かりたくてやってる。でも一方で受かんない人っていうのは、勉強しなきゃいけないとか、頑張んなきゃいけないと思って勉強している人が結構多いです。これってズレなんですよ。勉強したいになんないと受かんなくて、勉強しなきゃいけないっていうマスト思考だと受かんないと、このようにいろんなズレが生じるんで、このズレっていうのをしっかりと直していくことが大事です。続いて個別対応です。目標達成までのスピードを加速させるためには、クライアント一人一人に個別対応することが大事です。行動を加速させるためのスイッチっていうのは、クライアントとか部下ごとに異なります。オリンピックメダリストを育成した名コーチである小出監督っていうのは、選手の性格に合わせた個別対応の育成スタイルが有名でした。幼い頃から人より秀でた才能はないと思い込んで、劣等感と戦っていた有森裕子さんには、マラソンこそお前を表現するものであり、頑張ればみんなが認めてくれるんだと励まして、コンディショニング重視の指導をしました。走ることが好きでありながら、大レースで勝ったことのない高橋尚子さんには、コンプレックスを取り除くためにとにかく褒めて、その気にさせて、やり気を伸ばしていくっていう方法を取りました。このように個別対応することによって、コーチングの結果っていうのは出やすくなります。なので必ずこの3つを満たす
ことが大事です。双方向の対話をする、継続的に関わる、そして一人一人の特性に合わせて個別対応していくってことです。続いて具体的なコーチングの6ステップについて解説したいと思います。これは実践的な流れになるんで、これでしっかりとやってみてください。コーチングプロセスって呼ばれるものです。まず一つ目がセットアップです。面接のイメージですね。コーチとクライアントとの信頼関係の構築です。コーチングの進め方に関する合意を形成するっていう段階です。何をテーマにコーチングを受けたいのか、これらをしっかりとヒアリングして、コーチングをスタートさせる準備を整えるってことです。出世したいためにやってんのか、試験合格したいためにやってんのか、これをまずセットアップしましょう。そして二つ目が目標の明確化です。例えば公認会計試験に在学中に合格したいとか、1年以内に起業したいとか、クライアントがコーチングを通して達成したい目標を具体化するのがこのフェーズです。ここでは3つの質問をしてみてください。このコーチングであなたが達成したい目標は何ですかと。出世して社内で結果を出すことなのか、試験に合格することなのか。そして2つ目に何のためにこの目標を達成したいのか。これは会社のため、お客様のため、親孝行のため、自分のため、何のためにやりたいか。そして3つ目が目標を達成することで何を手に入れることができるか。自信がつくとか、スキルが身につくとか、社内での人脈ができるとか、経験値を上げたいとか。で続いて3つ目が現状の明確化です。クライアントが設定した目標に対して、クライアントの現状に対しての分析を行うことです。3つの質問をしてみてください。1つ目が目標が達成された状態を100点とすると現状の点数は何点であるか。2つ目が目標達成に向けてこれまでに取り組んだこととか、現在取り組んでいることは何があるかです。で3つ目が取り組んだ結果、これまでにどんな変化や進展があったか。同僚の中では例えば中の上くらいの成績だったとか、どんな変化進展があったかを質問してみてください。続いて4つ目がギャップの原因分析です。目標が達成できてない背景や理由について分析を行うことです。会計試験に合格するためにはダブルスクールに行かなきゃいけないんだけど、それを例えば申し込んでないっていうのは達成できてない理由だったりします。3つの質問をしてみてください。1つ目が目標と現状の間にギャップが生じている原因は何だと思いますかと。2つ目が目標を達成するために変えなくてはいけない習慣は何か。3つ目が目標の達成を妨げているあなた自身の課題は何かどうか。そして5つ目が行動計画の作成です。アクションプランを練ることです。3つの質問をしてみてください。1つ目が早速今日から始められる行動、やめられる行動は何か。例えば朝6時にカフェに行くとか、夜10時にマックに行って勉強するとか、会社に1時間早く行くとか、タバコをやめるとか。でそして2つ目がその行動をいつどこで誰に対して実行するか。3つ目がその行動をさらに効果的にするために工夫できることは何か。そして6つ目がフォローアップです。先ほど話した1から5までを繰り返し行う流れです。それではまとめいきたいと思います。まず最初、コーチングっていうのはしっかりとコミュニケーションをすると。そしてクライアントが何に向かってるか、目標達成に必要なスキルとか知識、考え方を備えて行動することを支援するプロセスです。ここで大事なのが目的と目標をしっかりと明確化することです。自分の場合であれば YouTube 図書館をやってる理由っていうのは自己成長と社会貢献です。教育を通じて世の中の役に立ちたいと思ってやってます。そのための目標っていうのは月に60冊の本を読んでその撮影をすることです。このように目的と目標っていうのは違うんで、しっかりと区別することが大事です。続いてコーチングの3原則、双方向、しっかりと同じ目線で会話できるかどうか。また継続性、目標達成するためには継続的に関わることが大事です。ズレがあったらしっかりと軌道修正をすることです。そして個別対応、一人一人個性とか特性っていうのが違うんで、個別にアドバイスすることが大事です。そして具体的なコーチングの6つのステップです。まず最初がセットアップです。面接のイメージです。信頼関係を構築する、仲良くなる、心理法が全てなんで、しっかりとセットアップしてください。そして2つ目が目標の明確化です。公認会計試験に合格したいとか、独立したいとか、何のためにやるのか、目標を明確化してください。で3つ目が現状の明確化です。じゃあその目標を達成するために今どんな状態にあるのか、100点満点だとすると今30点なのか50点なのか、今やってることって何なのか、しっかりと現状を把握してください。続いて4つ目がギャップの原因分析です。目標が達成できてない理由を明確化することです。
例えば本の専門家になりたいのに本を全く今読んでないとか、会計士になりたいのにボケを全然練習してないとか、なぜ目標が達成できてないのか、そのギャップの原因を分析してください。で、5つ目が行動計画の作成です。アクションプランを練ることです。会計試験に合格したいんであればボケの問題って解けなきゃいけないし、会社法の条文も分かってなきゃいけないとか、具体的に何をするかっていうのを明確化することです。そして6つ目がフォローアップです。コーチングプロセスの1から5までを繰り返し行う流れです。目標を達成できてない、うまくいってない理由をフォローすることが大事です。コーチングの能力っていうのはビジネスの現場においては非常に大事だと思います。これをビジネスとしてお金稼ぎの手段としてやるだけじゃなくて、コーチングの仕事についてない人でも人をどうやって育てるのか、組織をどうやって伸ばすのか、部下の目標達成をサポートすることっていうのは上司って非常に大事な仕事の役割だと思います。仕事っていうのは一人ではできないんで、チームでやるものなんで、しっかりと人を育てる、目標を達成させる、これらの能力っていうのをぜひ磨いていただければと思います。この動画見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。